WTI スポット価格推移、ウェストテキサスインターメディエートとは、アメリカ合衆国南部のテキサス州とニューメキシコ州を中心に産出される原油の総称であり、一つの油田原油を表すものではない。ウェストテキサスインターメディエートとも、アメリカ国内で産出される原油の6%、世界で産出される原油の1から2%ほどを占める。分が少ないため、 ガソリンや石油製品の製造に適した API39.6 度の軽質油である。エンブリッジ社の2000万バレル原油基地 WTI 先物はニューヨークマーカンタイル取引所において NYMEX ライトスウィートクルードとして取引が行われている。1983年5月に上場され、現在は同取引所の主要な取引品としての地位を確立している。 ただしこれ以前にも取引は行われていた。WTI の取引では、収入所のあるオクラホマ州カッシングで現物の受け渡しが行われる。取引方法は2種類ある。WTI 価格はこの取引価格で決まり、その価格は世界の原油価格の中で最も有力な指標である。実際の WTI の一日あたり算出量は百万バレルに満たないのに対し、 WTI 先物の,の1日あたり取引量は100倍の1億バレルを超え価格の大きな変動は世界経済に直接大きな影響を及ぼすこのように取引量に比べ算出量はごくわずかのため実際には他の原油 WTI と同質となるようにブレンドしたもので受け渡しが行われる WTI の先物取引所がニューヨークにあるため日本では WTI 先物をニューヨーク原油先物、NY 原油先物とも表記する。ニューヨークマーカンタイル取引所そのものの運営は2009年9月にシカゴマーカンタイル取引所と統合された。米国は1973年の第一次オイルショックを契機として1975年に安全保障に関する法律により、米国産原油の金融措置を導入して以来、 原油の輸出が禁止されていたが、2015年12月18日には、米国産原油の輸出を40年ぶりに解禁すると報じられている。基本的に WTI の価格は、アメリカ国内の原油現物市場を反映したもので、ある。過去には受け渡し拠点の苦心の地理的条件から、原油の流通量に限界があり、価格が偏る事態が発生していたが、 パイプラインの整備や輸入原油の導入などにより国際価格を反映できるよう改善した。ただ、アメリカの価格を大きく反映する傾向は否めず、暖房用の生成油の消費量を左右する北米の冬の天候が暖かくなると価格が低下、寒くなると上昇する。また、メキシコ湾岸にハリケーンの被害が及ぶと石油生成施設の稼働率が下がるため、 価格が上昇する。もちろん、原油市場全体に一様に見られる、原油生産国の正常不安による価格変動も見られる。また、世界全体での資金の流れの動向にも影響を受けていると見られ、近年は、金融市場や株式市場の低迷や不安定化により、WTI をはじめとした原油や金などの商品市場に資金が流入する傾向にある。 NYMEX での WTI の取引が始まった当初は専門の投資家による取引が多かったが一般の個人投資家やヘッジファンドによる取引インターネットを通した取引の割合が増加してきている通常取引の多くはスプレッド取引やアウトライトといった手法の取引が多いが価格の変動が大きい時には投機的な取引が増える2000年代前半から 中華人民共和国やインドといった新興国の経済成長に伴い石油製品の需要が増加し価格が一時高騰した。また価格が初めて70ドル1バレルを突破した2005年頃から投機的な取引による冒頭が指摘されるようになった。冒頭の原因としては価格高騰によって増えたオイルマネーのさらなる流入。 バイオエタノールとの関連性などが考えられている。また2010年以後はアメリカのカナダ中出原油輸入量が増えたため WTI 価格が低く抑えられるようになり、北海ブレント先物価格の方が世界の石油相場を正しく反映しているとの声も聞かれる。国際的な指標となるのはブレント原油価格。 アメリカの原油価格の指標とされるのは、ウェストテキサスインターメディエイトとの位置づけ。価格変動は、世界の経済活動と原油生産量に左右されるが、2020年には、新型コロナウイルスの感染が、各国に拡大、極端な経済活動、人的移動が減退が生じた。このため、WTI 原油先物価格は、 同年1月の50ドル近辺から同年3月には20ドル近辺へと下落。さらに4月20日には、オクラホマ州、クッシングの原油受け渡し場所の貯蔵施設が近々満杯になり、原油の現物保有者が原油保管費用を追加負担することになるとの予想を受けて5月私の先物価格が暴落。WTI 市場初のマイナスを記録した。これは、 WTI の取引の事情によるもので、同日の北海ブレントの先物生産地は下落はした、ものの25ドル台となっている。NIMEX ライトスイートクルード先物、通常取引終わり値価格の毎年の推移。価格はすべて1バレルあたりで、基準通貨はアメリカ合衆国ドル。日付は東部標準時に基づく。ライト スイートクルードオイルフューチャーズ NYMEX2008 年1月4日閲覧。米原油先物18年ぶり安に世界的な移動制限で需要崩壊。ロイター。2020年3月18日閲覧。米原油先物初のマイナス圏貯蔵場所不足で買い手不在。ロイター。2020年4月20日閲覧。 原油レポートナンバー78三菱 UFJ リサーチコンサルティング2006年4月25日原油レポートナンバー79三菱 UFJ リサーチコンサルティング2006年5月ココ原油レポートナンバー84三菱 UFJ リサーチコンサルティング2006年7月19日原油レポートナンバー109三菱 UFJ リサーチコンサルティング2007年8月な日原油レポートナンバーワン13三菱 UFJ リサーチコンサルティング2007年10月12日原油レポートナンバーワン15三菱 UFJ リサーチコンサルティング2007年11月9日原油レポートナンバーワン17三菱 UFJ リサーチコンサルティング 2007年12月6日、原油レポートナンバーワン19三菱、UFJ リサーチコンサルティング、2008年1月11日、原油レポートナンバーワン26三菱、UFJ リサーチコンサルティング、2008年4月28日、原油レポートナンバーワン29三菱、UFJ リサーチコンサルティング、2008年6月23日、 原油レポートナンバーワン32三菱 UFJ リサーチコンサルティング2008年7月28日原油レポートナンバーワン34三菱 UFJ リサーチコンサルティング2008年9月2日ニューメキシコプライスシットペトルロリアムリカバリーリサーチセンターありがとうございます